はい、KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方おはようございます。夜の方こんばんは。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ですね、今日の動画はですね、まあ、いつにも増してくだらない動画です。はい、でなんか最近ね、結構ね、いろんなコメント欄にね、もうお前ほんと再生回数伸びないからもう YouTube やめろやとかね、そろそろ潮時じゃないですかとかね、そういうちょっと消極的じゃない、ごめんなさい、ネガティブなねコメントが結構来るんですけども、こんなもんですよ僕は。ね、てか昔に比べたらはるかに良くなりましたけどね、再生回数も。毎日こんなね、本当にもう何のためにもならない雑談をね、配信してますので正直僕のモチベーション的には低いんですけど、1年後に5000回ぐらい行ってればまあいいかなみたいなね志が低いんですけどその程度なんですよ。ね、たまに伸びて伸びなんかたまに軽くバズればいいかなみたいな、基本的にはこういうダラダラしたね、はい、まあ本当なんかネットラジオ的なね、こんな感じですよ。まあ昔よりかいいと思うけどね。なんかもうお前やめろとかね、そういう声があるんですけど、やめませんよ。別に再生回数とかいかなくてもいいのよ。行きゃ行ったにこうしたことないけど、低くてもいいの、喋れれば。はい、で今日の動画はですね、まあタイトル的には多分半グレ界最弱の男みたいな、はい、そんなようなタイトルになってると思いますね。半グレ界最弱の男、はい、とかね、まあアウトロー界最弱の男とか、まあそんな感じのタイトルになってると思います。はい、でまあ半グレ界ね、最弱の男、それ誰のことやと、誰のことやねんそれと言いますと、私ですね。はい、私のことですね。私のことです。はい、ね、そうです。私が、三半グレ界最弱のおじさんですね。はい、別に僕今半グレでも何でもないんですけどもね、普通のザ一般人なんですけどね、まあ、元カラーギャングとかね、元いろいろそういう系っていうことで、まあ、勝手に半グレ界の一員に今一緒にしちゃいましたけども、今僕本当にもう普通のおっさんです。はい、ね、普通のおっさんなんですけど、まあタイトル的にそっちの方がキャッチーでしょ。はい、まあ、僕最弱なんですよ多分、おそらく。はあ、でまたなんでこんなね、何回もやったんですけど、僕はね本当に俺マジで強くないからねっていう動画やったんですけど、なんでまたやるかっていうと、あのね、結局ね、ツイッターもそうですし、インスタもそうですし、まあ、インスタあまり見てないんですけど、ツイッターの DM とか、まあ、YouTube のね、なんかの動画のコメント欄とかに、ケンタ店長、朝倉未来さんとスパーリングやってくださいとかね、誰々とコラボしてください、誰々と何とかしてください、まあ、大体そういうヤンキー系とか不良系の人なんだけども、多いのよ、未だに多いんすよ。はい。前も一回言ったんすよ、ね。朝倉未来さんとコラボしてくださいってね、よく来るから、お前ら何を勘違いしてんだと俺は弱いぞと、動画で撮ったんですけど、まだ来るんすよ、まだ来るんすよ。はい、朝倉未来さんとスパーリングしてくださいって言うけど、俺そもそも多分一般人に紛れても弱いからね。はあ、で今なんかもうほんと最弱っすよ俺。まあ、筋肉ね、こう、ちょっとまあまあ、若干このね、今、ボディービルみたいなことやってますから、趣味で。筋肉はちょっとある程度はついてるかもしれませんけども、まあ今、ちょっとデブですけどね。ボディービルが趣味なだけで、全然喧嘩とかほんと弱いんですよ、おそらく。最近もまるっきりここをね、何年もそういうことしてないんで、わかりませんけども、おそらく今僕ね、最弱ですよ。最弱。はい。で、なんで最弱かっていうと、ちょっとね、これね、僕今腰、もともと腰悪くしちゃってたんですけど、まあ、その、
ボディービルっていうかそのデッドリフトっていうね結構腰に負担かかる種目を昔ガンガンやってて、でむちゃくちゃなフォームでやってたんですよ。全然下手っぴで、で僕背骨が変形しちゃってまして、あのねだいたい1センチから2センチぐらいね僕身長縮んでるんですよ、背骨が変形しちゃって。うん、レントゲン撮って分かったんですけど、で近頃腰痛がねもうひどくて、まあちょっと前に立ち仕事をちょっとね、数ヶ月やったんですよ、アルバイトで。毎日そう、まあ7時間ですけども、ずっと立ち仕事でほぼずっと歩き回っててとかね、座る時間が一切ない仕事をやったんですよ。そしたらね腰痛っていうか腰の不調がね今もう本当に過去最高潮に腰が悪くてね、俺まあ梅雨の時期だったら良かったけどね、傘持ってたからだいたい外傘で杖ついてたんだけど、普通に立ってられないのよ。もうだ電車とかも昔は俺ずっと立つようにしたんだけど、今もう立ってらんなくて電車俺。そうなんかね下半身の上半身がもうなんか連動してるっていうか、 なんかくっついてる感じがしないのよね、腰が痛すぎて。だから多分小学生に絡まれても多分負けるぞ、腰が痛すぎてさ。もういよいよそろそろ病院かなって思っちゃうぐらい腰の調子が悪くてね。だって昨日なんてついに俺夢の中ですごいガチムチのラグビー選手に背中マッサージされる夢見たからね、腰の調子悪いんですよみたいな。すげえガチムチのラグビー選手が背中をマッサージしてくれるっていうね、もう そっち系じゃないんですけど、なんかそういう夢見ちゃうぐらい腰の調子悪いんですよ。はいね、で、まあ、腰も今過去最高潮に調子悪いしね。でもう一つちょっとまた言わせてほしいんだけど、俺ねこれ見てちょっとなんとなくわかると思うんですけど、まあ、確かに大胸筋とかちょっとついてるよね。大胸筋は結構発達してますし、まあ今デブだからわかんないけど、まあ他のパーツもそれなりに筋肉ついたんですよ。まあデブだからちょっとわかりづらいけどカットが出てないからね。だけど関節がすごい細いのよ。私ね、関節が細いの。うん、全部の関節が細いの俺。なんでかって言うと、もともとめちゃくちゃ華奢なんですよ。華奢。ね、ちょっと今筋肉と、まあ、脂肪もちょっと蓄えて体を大きくしてますけども、僕元の体型マジで紙だからね。紙。紙ですよ。紙じゃなくて紙ね。ね。神様じゃなくて紙よ、紙。A4 の。なんなら B5 ぐらいの紙ですから僕、本当に。ね、薄いんですよ。横から見てもちょっとわかる通り、俺薄いのよ。厚みもないし骨格にね。で関節とかそういうなんかそういうところは全部細いし、すごいシャープなの足。わかると思うけど、喧嘩なんて正直ねガタイがほとんどよ。ほんと格闘の達人とかね、なんかそういう人でもない限りね、筋肉いくら俺がボディービルのね筋肉つけたところでナチュラルに強いやつに勝てないんだよ。うん、だから前も力士の話したけど、もう生まれつきね、合体がすごい人とかいるでしょ。もう力士なんてほんとそれの代表格なんだけども、もう生まれつきさ、でかいやつっているじゃん。だから地元でも一人や二人絶対いたと思うんすよ。お前何食ってんのみたいな。何食ったらそんな体でかくなんのみたいなやついたでしょ。別に特段鍛えてるわけじゃないけども、すげえ肩幅しててさ、ね、すげえ腕とか太くてさ、もう骨格がもともとでかいやつとかいたじゃん。もうあんなやつにタックルされてみな。勝てないから。うん。いくら俺がね、この胸に筋肉つけたところで、タックルされてみな。関節いっちゃうから俺。無理なのよ。もともと細いから。だからもう俺ら細い組はもうそういうでかいやつらに勝つには結局道具使うしかないんですよ。だけども僕一般人ですし、そんな道具使った喧嘩なんてあまりもよほどの緊急事態じゃないとしたくないよ正直。ね、外での喧嘩なんかただでさえしたくないのにさ、勝っても負けてもめんどくさいからね。今なんか絶対だよ。ケント店長誰々と喧嘩してくださいとか、どこどこに突撃してくださいとかね来るんだけど、無理よ。俺死んじゃうってマジで。
いなかった？ガタイのいいやつら。だからボディビルもそうなのよ。喧嘩もそうだし、あれもそうなの。格闘技とかのね、世界でもない限り、やっぱガタイってすごい大事よ。生まれつきっていうか、もともとその人が持ったベースの骨格って、すごい大事よ。うん。いるでしょ？アウトローやってる、不良やってる子たちさ、周りにいない？でっかい不良いるでしょ？ああ。もうあの、フォールアウトで言ったらスーパーミュータントみたいなやつらだよね。うん、俺なんかドッグミートだからね。うん。スーパーミュータントみたいなやつ周りにいるでしょ？なんなのその骨格ってやつ。ジムにもいるのよ。ボディービルとかやってると、なんなのその背中っていう、お前、なんなのその背中みたいな、本当に。どうしたっていう。どうしたその角張り方みたいなやついるじゃん。うん。俺ら結構長年やっぱりトレーニングしてると分かるのよ。その一生懸命鍛えてつけた背中の厚みなのか、もう生まれつきの背中の厚みなのか、もう大体見れば分かるんだけど、いや最近の若い子たちね、やっぱ大きい子多いね。うん。日本人も遺伝子的にちょっと変わってきたのか分からんけど、うわ骨格いいなって子多いよ。そういう骨格をいいなーっていう子がやっぱり昔もいるわけじゃん。武闘派のヤクザさんとかさ、いたよ本当に。若い時結構その一緒にいた武闘派のね、本当武闘派のヤクザさんとか、なんだお前戦車かっていう型したやつとかやっぱおったよ。車ボーン、車もあの本当に、おいこらーっつってね、あのあれする時もうゆさゆさゆさ、ゴリラよお前本当に。はたから見たらゴリラよってやついっぱいおったよ。車揺さぶっちゃうんだから出てこんかいっつって車ガッタンガッタン。別に鍛えてないんだよ。彼ら。もうナチュラルにすげえんだよ、そういうやつら本当に。一回俺10代の時さ、ちょっと体のでかい、まあ太っちょっていうかデブで、骨格すげえいいな、こいつ鍛えたらすげえなっていうデブをさ、全然そいつ鍛えてないんだよ。一回ジムに連れてったことあるんだよ俺。ジムに。ね。で、ちょっと俺とね、俺細いけど、俺めっちゃ鍛えてっから、こいつよりか絶対力あんなと思って、こいつジムで見せつけてやろうと思って、うん、もうちょっと一緒にジム来いよっつって、ジム連れてったのよ、うん。で、ラットプルダウン引かしたんだよね。ラットプルダウンを。そいつ一切鍛えてないのに、俺のマックスと同じぐらい普通によいしょっつって、うって引いたからね。俺もびっくりした。俺初めて北斗神拳見たね、あの北斗の拳に出てくる雑魚みたいなね、リアクションしちゃったよね。もうね、初めて北斗神拳見ちゃったみたいなね。何って、こいつ普通に引き寄ったっていうね。まあ、もちろん若干反動は使ってたけど、それにしたってそんな重量引くんだっていう、一発目からっていうね。いやー、やっぱり遺伝子って大事だなっていう風にその時本当痛感しましたね。うん。だからね、俺はね、いくら鍛えても無理ないよ。俺がもう10年格闘技屋さんだったら別だけど、俺はあのボディービルディングですから、はい。ね、見りゃわかると思うんだよ。俺、今若干、一番体脂肪乗ってる時よりかは、徐々にちょっと体脂肪をね、若干減らしてきてんだけど、わかるでしょ？線の細さが。ね、線の細さがわかるでしょ？これなんだよ。結局。戦車みたいなやつにタックルされたら節々が折れるんよわしは。だから無理なんよ俺に。なんかどこでどこに突撃、ぼったくりバーに突撃せとかね、朝倉未来さんとスパーリングやってくださいとかね、朝倉未来さんは別に戦車みたいな体してないけど、あの人はもう格闘技のプロですから、ああ無理ですよ。ああスパーリングなんかそもそも相手にされないし、俺なんかたかだか今2万人ちょいの YouTuber ですよ。無理ですから。もうほんと俺にそういうメッセージ送るのやめてくれないかな。めんどくさいから返すの。誰々と戦ってくださいとか。無理なんだって、本当に。それこそ弾き持たせてくれたらいいけどさ。朝倉みくるさんと俺スパーリングするんだったら弾き持たせてくれ、俺。本当に。じゃないと無理よ、ほんと。というわけでね、本当に、俺にそういうメッセージ送るのマジでやめろ。っていう動画でした。はい。骨格って大事だよ。はい。以上です。KTC 放送局のケンタレンジョです。それでは。